巷の皆さんにこんなことを聞きました。これ何の形に見えますか？あれですよ、コーラの瓶。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 あ、ですよね。違い。ヤクルト。ヤクルト。ちょっとこの言ってみよう。ヤクルト。大正解。キノコの里。タケノコの山。違う。タケノコ。キノコの里？キノコの山ですか？混ぜちゃいますよね。キノコの山。山です。タケノコの里。そういうことです。形を見ただけで商品の名前が思い浮かぶ特別な形。うん、それは口にした時の味や思い出を蘇らせる美味しい形です。わかる。子供が小さい時とかよくキノコの山とか買ってきて。デコレーションとかでこう刺したりとかしてたので、私はタケノコ。私はキノコ。おじいちゃんおばあちゃん結構これよ備蓄あるんですよ、すごい。でだからもう上がって一番最初にこれ飲みつって出すのがヤクルトやったみたいな。わかる。木造の建築大工やってたからね、夏はもうそこへ置いておいてしょって飲みながらね、喉を潤すからね、そんなもんだね。形から広がる美味しい記憶。そんな美味しい記憶を守るのが立体商標登録制度です。厳しい審査を経て多くの人に浸透していると認められた選ばれし形。一体どうやって生まれたのでしょうか？形もこだわりがあるんですよ。やってきたのはキノコの山を生み出した明治。実はキノコの山の誕生には皆さんおなじみのあるお菓子が大きく関わっているそうです。キノコの山の開発のきっかけになった商品はこちらのアポロという商品です。1969年といえばちょうどですね、アポロ11号が月面着陸をした年でございまして、このアポロ11号の宇宙船の形を意識した円錐型のチョコレートになっています。アポロ11号ってこんな形だったんですね。板チョコレートが主流だった当時、円錐型のチョコレートはとても斬新な形でした。月面着陸に世界中が湧き上がっていた当時、アポロは大ヒット。これに続けと新たな円錐型チョコレートの開発に乗り出し、そして刺してみたと、カシューナッツを刺してみたらまるでキノコに見えるじゃないかと、はい、これがキノコの山誕生の瞬間。1975年、欧米から来たチョコレートをあえて素朴なキノコの形にする。馴染みやすい。これこそ多くの日本人に受け入れられる秘訣だと考えたそうです。当時の日本の皆様はもう成長っていうことで高度経済期を一生懸命生きられてたと思います。そういった方々がふるさとを思い出すきっかけに、なってほしいと。今まで高嶺の花だった欧米のチョコレートが我々の庶民の味方じゃないですけれども、やっぱ形が可愛いんですよね。わかる。私も好き。キノコの山は美味しいだけでなく人々を癒すこともできる特別な形でした。そして2018年新たに立体商標登録された美味しい形が。キッコーマンのやつ。そう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 。醤油のね、なんかありますか。すお醤油。醤油で、これはね、キッコーマンの食卓用の、ね、そうですよ、入れ物ですよね。お、すごい、正解です。そう、キッコーマン醤油の卓上瓶です。え、これ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 、ばあちゃん家にあった。卵焼きにじいちゃんがかけよった。うちはかけん派。醤油こと？え？そういうこと。そうそうそう。あ、食卓に食事時は必ずお醤油がないと、うん、何でも足されますから、お醤油。誕生したのは1961年。61年なんだ。
デザインを任されたのはエクアン健二さん。新幹線や郵便ポストなども手掛けた工業デザインの第一人者です。この小さな醤油瓶が日本の食卓を大きく変えました。それは誰にでも使いやすいある画期的なデザインが施されているから。そう考えるのがデザイナー山田光三さん。当時の制作秘話を教えてもらいました。最初はあのボトルのですね、この赤いこの左右の口のところにあるんですけれども、うん、当時ですね、どうしても液だれっていうんですか、そのタレの問題があって、当時の醤油差しは注ぎ口から醤油が垂れてしまう問題がありました。注いだ後、醤油がうまく切れないためです。それを解決させたのは逆転の発想でした。60度の角度で逆にカットされてるんですね。それまではですね、急須の先にあるように反対のカットをすると切れるかなというふうに思ってた時に、この逆カットだっていうことに、まあ、気づいて、それがここに実現されてるんですね。もういくつもいくつもモデルを作って、101個目でようやく逆の点の発想でこのアイデアが出たっていうふうに。さらに醤油瓶は時代を超える力を持つ、そう考えるのが日本文化史を研究する熊倉功さんです。だいたい1970年頃だと思うんですが、茶舞台とダイニングテーブルが日本人の家庭の中で交代するですね。いつでも動かないダイニングテーブルがあって、そこにはいつでも卓上に何か置いといて構わなくなった時に、そこに置いてふさわしい道具っていう新しい生活の中での道具のデザイン、おそらくそういう意味で、日本の食の中で一番手近にいつも置かれるのがこの醤油の卓上瓶だろうというふうなことですね。誕生からおよそ60年、すごいわ。ずっと愛されてきた醤油の卓上瓶。こちらの居酒屋にはある特別なこだわりが。乗ってる。それはお客さんに料理とともに醤油の卓上瓶も一緒に出すことです。なんかいいな、おうち感が一気に出る、ね、うん、ほっとする感じ。ガラス瓶っていう点とやっぱ優しさですかね。なんかこうあったかみのある瓶の、はい、形ですかね。これもやっぱ家庭で使われるお醤油だと思うので、やっぱ家に帰ってきたような感じの感覚を、うん、はい、味わってもらえたらなとは思ってますけど。これまでも、そしてこれからも、醤油の卓上瓶は日本の食の風景に寄り添う存在です。3日前に卵かけご飯の時に、あ、これ入れたなと思って生卵に、はい、で混ぜて食べました。はい、使ってます。今家にあります。お家にいつもあるイメージです。私は、はい、特徴的でもみんなの心の中にあるそのシルエットってすごいですね。そうなりたいですよね。あ、私だって、まあ、皆さんに高橋味をこう連想していただけるって言いますか、はい、じゃあその先輩たちがこちらに、おはようございますとなりますよね。そりゃ大師匠ですよ。大師匠がこちらに。これ知ってました、このカットの、この角度ね。言われてみるとこう液だれするんですよ、ね、で、あのテーブルがあの丸い形でこう醤油がついちゃったりとか、ね、しょうがないと思ってましたもんね。ああいうものだと思ってました、うん、立体商標なんですけれども、はい、このまあコカ・コーラの瓶とかヤクルト、キノコの山、ペコちゃん、あとですね、カーネル・サンダースなんかの像も登録されているということなんですが、今藤井さんがお持ちのこの、キッコーマン醤油卓上瓶も2018年に新たに立体商標登録をされました。皆様のおかげです。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、OK です、はい、ありがとうございます。ポコちゃんも好き
優しい、全体に気を配るその